こんばんは、入山明子です。5月5日水曜日、子どもの日。入山明子のつれづれ日記。今日は珍しく電車で池袋に向かいました。電車は空いていたので座ることはできたのですが、池袋に出るとやはり人は多く、裏の方の道を使いながら人通りが少ないところを目的地のスタジオまで向かいました。今日は講演会のカズさんにもお付き合いいただきながら、8日の日にライブ配信でピアノを弾いてくださる定地区の担当ディレクター近藤さんと、曲と歌とキーを合わせながらリハーサルを行いました。本番は5月の8日14時からのいつものつながる土曜日、入山明子のつれづれライブの中で歌をお届けしようと思っていますので、どうぞ楽しみにお待ちください。今動けないこの時期ですが、いろいろな企画を並行して進めています。今日は第2弾の輝け入山明子動画大賞2021、エントリーナンバー1番で北海道から玉ねぎ健司さんがお申し込みをいただきました。動画の編集もご自分で工夫されたということで、第1号、これからまた皆様がいろいろな挑戦をしてくださると思うと、とても楽しみになっています。ゴールデンウィークは今日までの方が多いんだと思います。また明日も元気にお過ごしいただければと願っています。それではおやすみなさい。